調査のご依頼と伺っておりますが、一体どのような。睡蓮の花のごとき儚く。お騒がせしました。気になさらずに。それで依頼のお話なのですが。ボロをまとった連中のようです。中には聞き慣れない異国の言葉を話す者もいるとか。そいつは。ええ、無法の輩という証拠さえあれば軍警に掛け合えます。ですから着きました。おかしいな。本当にここなんですか。樋口です。失礼とは存じますが、はめさせていただきました。私の目的はあなた方です。芥川先輩。芥川。予定通り捕らえました。あなたが戦闘要員でないことは調査済みです。けなげな姫君の後を追っていただきましょうか。この季節に雪。何。僕の笹の雪は雪の降る空間すべてをスクリーンに変える。なんだと。僕の姿の上に背後の風景を上書きした。もうお前に僕の姿は見えない。姿は見えずとも。芥川先輩、ここは私一人でも。この役立たずめ、下がっていろ。すみません、右足が再生した。芥川先輩、先輩戻れ。撃たない。あなたは探偵者の。なぜここに。まさかあの時に。では最初から私の計画を見抜いて生きて返すと思っているのか。やめろ樋口、お前では勝てぬ。芥川先輩、でも零細企業ごときが。我々はこの町の暗部そのもの、この町の政治、我々に逆らって生き残った者などいないのだぞ。